どうも、もこです。今日の動画は神様に使われる人の共通点8個ということでお話をさせていただきます。このチャンネルではスピリチュアルや引き寄せや神仏からのメッセージを通じて自分らしく幸せに生きるっていうためのヒントやあり方などお伝えしています。こうした内容に興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画、神様に使われる人の共通点8個ということでお話をします。よくね、神様に使われるみたいな表現ってね、聞いたことある人もいるかと思うんですけど、まあそれってどういうことかっていうと、魂レベルが成長していって、その人の器とかエネルギー量とかそういったものが大きくなると、上からね、神様とか天宇宙とか、まあそういう上から地球を癒すとかそういったね、お役目とか、まあお仕事みたいな感じで、それだけの、まあ、器に育ったから、だからじゃああなたにこれだけの仕事を与えますよみたいな、お役目を与えますよみたいな感じで、上からこうお仕事が入ってくるみたいな。で、その状態になってる人っていうのを、まあ、いわゆる神様から使われているっていうような表現をしたりするんですね。この神様に使われるっていう段階になるためには、ある程度魂レベルを成長させて、まあ、それを受け取れるだけのこう器っていうのが必要になるので、まあ、ある程度成長が必要だよっていうことなんですけど、神様に使われるっていう、それを受け取れるっていうだけの段階にある人っていうのは、実は共通点があるんですね。で、その共通点が8個あるので、まあ、それを一つずつ解説してみようと思います。はい。一つ目。大気や見えない力を感覚で理解しているです。大気っていうね、言葉ありますよね。この自力の、反対で他力っていうね。とか、まあ見えない力ですね。これがもう感覚で腑に落ちているみたいな感じで、別に何でしょう、こう、スピリチュアル的な、まあ、お仕事をしているとか、スピリチュアルな知識があるとか、そういうの関係なくですね、自力で頑張って、自分でやれることはやるみたいな。で、自分でやれることはやるんだけど、それ以上に不思議な見えない力のサポートとか後押しみたいなのが入って、なんかよくわかんないけどうまくいっちゃったみたいな。そういうのを、感覚で分かってる、理解してるみたいな。そういう見えない力のサポートとか、大気の流れみたいなのを、なんかよくわかんないけど、そういうのあるよね、っていうふうに理解をしているっていうのが一つ目になります。ね、二つ目。自分の喜びに沿った生き方をしている、です。これはね、自分のことをたくさん知っている人っていうことなんですよね。で、自分のことを知っているから、自分が何をすると嬉しくて楽しくて幸せで喜びにあふれてみたいな、で心地よくってとか、そういったことを分かっていて、で逆に何をすると嫌で楽しくなくって心地よくなくって苦しくって辛くってみたいな、そういう何が嫌かとか、そういったのも分かってるんですよね。なので、自分の嫌なこととか、やりたいことではなく、楽しいとか、喜びとか、心地いいっていうふうに思うことをやっていっているっていうような人たちですね。なので、基本的に自分のやっぱり楽しいこととか、喜びに溢れた生き方をしているっていう感じなので、すごいこう見てて、好きなことしてて楽しそうとか、生き生きしてるみたいな、なんかそういう感じにね、見える人が結構多かったりします。3つ目。起こることすべてに意味があることを確信している。です。これはね、もう言葉の通りなんですけど、すべて意味があって起こってるっていうことを確信してるっていう感じですね。失敗しちゃってダメだったとか、すべて無駄だったとか、なんかそんなことは一切ないんだと。辛い経験とか、悲しいこととか、まあそういうのがあったとしても、それすらも別に自分が選択を間違えたとか、無駄な時間を過ごしてしまったとか、そんなことは一切なくって、それすらもすごく貴重で意味があって起こったんだっていうことを確信しているっていう感覚を持っているっていう感じですね。四つ目。全ては大丈夫でしかないっていうことを確信している。です。これもね、一つ前の起こること全てに意味があると確信してるっていうのと同じで、全ては大丈夫でしかないんだよっていうことを確信しているっ
ていう段階っていうことですね。これね、どちらも確信しているっていうところがポイントで、絶対うまくいくって大丈夫って信じてるっていう、この信じてるではないんですよね。例えば絶対うまくいくから大丈夫と信じているっていう、この信じているの方だと期待になるんですよね、ある意味。なので絶対にうまくいくから大丈夫と信じているの対極には、もしもうまくいかなかったら大丈夫じゃないっていうことになるんですよね。なので絶対うまくいくから大丈夫の反対にあるのは、うまくいかなかったら大丈夫じゃないっていうことになっちゃうから、全ては大丈夫ではなくなっちゃうんですよね、この信じてるって期待の方だと。で、なんだけど確信の方になるとどうなるかっていうと、うまくいくから大丈夫なんだけど、うまくいかなくても大丈夫なんですよね。だからどっちであっても大丈夫、うまくいこうがいくまいがどっちでも大丈夫なんだよっていう感覚になってるので、うまくいくから大丈夫の反対にあるのも、うまくいかなくても大丈夫で、やっぱり大丈夫なんですよ。だからこっち選んでもこっち選んでも大丈夫っていう、つまり全ては大丈夫でしかないっていう形になるんですよね。だからこの大丈夫っていうのが、信じているっていう期待の方ではなくって、いや本当にでも当たり前だと、こう、どちらでも大丈夫だからみたいな、確信しているっていう大丈夫でしかないっていうね、こっちの段階に入っているっていう感じですね。はい、5つ目、他者貢献のフェーズに入っているです。この他者貢献のフェーズって何っていうね感じですよね。ちょっとあの補足させてもらうと、人ってね、実はみんなね、他者貢献したいっていう生き物なんですよね。なんだけど自分がやっぱりしんどい時って、そんな他者貢献なんて思えないじゃないですか。自分が辛くって苦しいみたいな状態の時に、やれ他者貢献しなさいだとか感謝しなさいみたいなことを言われたところで、そんなもんできるかボケみたいなね、なんか感じだと思うんですよ。だってもうそれどころじゃないじゃないですか。むしろ誰か私に貢献してくださいくらいなね、もう辛いんで誰かあの助けてくださいみたいな、そのぐらいやっぱ自分がしんどいよっていう時に、感謝とか誰かに貢献とかなんてことは考えられないくて当たり前なんですよね。で、これで言ってる他者貢献のフェーズっていうのはどういうことかっていうと、要は自分が満たされてない状態だと、やっぱ自分が苦しいから他者貢献どころじゃない、まずは自分を満たしてっていう状態なんですけど、これが自分が満たされてくると、私たち人間の本来の本質である他者貢献したいっていうのが勝手に出てくるよっていうことなんですね。で、この勝手に湧き上がってくる他者貢献をしたいっていう、ここのフェーズに入っている人っていうことを指してるんですね。なんかよくコップの水とかで例えられたりすると思うんですけど、例えば、まあ、心の中とかにね、この自分のこう満たされ具合みたいなのがコップの中の水っていうので例えるとすると、自分が満たされてない状態っていうのは、イコールコップの中に水がちょっとしか入ってませんみたいな状態なんですね。で、このちょっとしか入ってませんっていう状態の時に他者貢献をしようっていう風になると、もうただでさえ少ないのに、あ、でももう少しだったら、あの、もう数滴だったら出るんでみたいな感じで、ちょこっとしか残ってないのをさらに誰かに注ぐっていう感じになるので、いわゆる自己犠牲とか自分をすり減らすっていうような形になってしまうんですよね。なんですけど、自分が満たされているっていう状態だと、コップの水も満ちているっていう状態なんですよね。で、この満ちている状態でさらに満たされてくると、もう満ちているどころか水が溢れてくるんですよね。で、この溢れてきたものを、あ、溢れてきたから、あ、溢れた分はたくさんみんなにも注ぎたいっていう風な状態が、勝手に他者貢献したいっていうモードに入っている時なので、自分が満たされてれば満たされてるほど溢れてくるから注ぎたいみたいな。で、さらにその溢れてきた分を注いでいるから、自分はすり減らないだけじゃなくって、溢れたものを注ぐことによって、その注がれた人がありがとうっていう風に喜んでくれたら、その喜んでくれたのを見て、ああ、喜んでくれた、嬉しいって言って、こっちも喜びが溢れて、さらに満ちてさらに溢れるっていうね、この無限ループ溢れて注いで喜んでもらって、さらにまた満ちて溢れてっていう、この無限の
豊かさの循環みたいなね、こういうのが起こり出すっていう、これがまあ他者貢献、自然と湧き上がってくる他者貢献のフェーズに入っているっていうイメージですね。6番目、自分の幸せを妥協しないと決めているです。これ実は1個前の他者貢献のフェーズに入っているって、これともつながってくるんですけど、自分の幸せっていうのはもうもちろん大事じゃないですかね。みんな誰だって幸せに生きたいし、幸せになりたいっていうのはあると思うんですね。で、ただこの神様に使われるっていう、ここのね、フェーズに入ってきている人っていうのは、自分が幸せっていうのはイコール他者貢献をたくさんできるっていうことでもあるんですよね。だから多くの人、一人でも多くの人、たくさんの人に他者貢献したいとか、もっと喜んでもらいたいとか、みんなで笑って楽しく笑顔で過ごせたら素敵だなって、もっと喜んでもらいたいなっていう風に、たくさんの人に幸せになってもらいたいっていう風に思うんだったら、その分自分のだからコップを満たして溢れさせるっていうことで、自分も幸せである必要があるんですよね。だからただ自分が幸せであればいいっていうことじゃなくって、その先にある他者の多くの人に幸せになってもらいたいって、それをするためにも自分が幸せであること、だから他者貢献をしたい、たくさんの人たちを幸せにしたいからこそ、自分の幸せを1ミリたりとも妥協しちゃいけないんだっていうことを腑に落ちているっていうか、妥協しないぞっていうことがもう腹が決まっているみたいな、そういう感覚に入っている人っていう感じです。7番目、優劣やジャッジがない、まあ、もしくは少ないです。まあ、よくこういい悪いとか、丸か×かとか、正しい間違ってるとか、二元論っていうんですかね、こういうのねあると思うんですけど、これに対していいの方が良くって悪いはダメとか、丸が良くって×はダメとか、正しいが良くって間違いはダメとか、こういう優劣がないんですよね。いいも悪いもどちらも優劣はない、同じ列でしかないっていう感覚なんですよね。さっき4つ目で話した全ては大丈夫でしかないっていうことを確信しているっていう、これを例に出すと、優劣がある状態っていうのは、このうまくいくから大丈夫っていうことは、対極にあるのはうまくいかなかったら大丈夫じゃないっていうことで、うまくいって大丈夫が丸で、うまくいかなかったら大丈夫じゃないは×とか間違いとかダメみたいな、この状態になるんですけど、全ては大丈夫でしかない、うまくいっても大丈夫だし、うまくいかなくっても大丈夫だよねっていうのは、こうじゃなくってこうってことなんですよね。なのでただの選択肢の違いでしかないんですよね。だからもうこっちでも大丈夫だし、こっちでも大丈夫だよっていうね、うん、でもここに優劣っていう形になってしまうと、どうしてもこっちだと大丈夫だけど、こっちだとダメなんだよっていう感じになっちゃうんですよね。で、神様に使われる人っていうのの、まあ、ここのね、段階に入ってきている人っていうのは、基本的な考え方としては限りなくほとんどこうなんですよね。ただまあなんかジャッジとかがあったりとかして、こうなる時もあったりするけど、まあ、基本的にはこうっていう感じ。うん、だからまあどっちでも大丈夫なんだよっていうような、うん、どっちも丸だしみたいな、っていうこの、まあ、優劣とかジャッジがまあない、もしくは少ないみたいなね、そういう感じの人っていうことです。8番目、感謝が当たり前にある生き方をしているです。自分が満たされているっていうのもあるんですけど、感謝が本当にもう言葉のままですけども、感謝が当たり前にあるんですよね。別になんかこう感謝をしなければいけないとか、感謝がいいこととか、そういうような感覚じゃなくって、本当にもうなんか感謝が勝手に湧き上がってくるみたいな、いやーでももう生きてるってありがたいなーみたいな感じのとか、あとは例えば唐揚げ食べたいっていう風に思った時に、なんかスーパーとかコンビニに買いに行ったら唐揚げが買えるわけですよ。これって普通に生活してたら、お野菜食べたいって思ったらお野菜もすぐ買えるし、100円とかね、200円とかで買えるし、唐揚げ食べたいと思えば唐揚げだって売ってるし、ジュースだってアイスだって買えるし、いろんなものが当たり前に買えるわけですよね。ラーメンだってね、ラーメン食べたいなと思ったらラーメン屋さん行けばすぐ食べれるわけだし、カップラーメンとかだってあるわけだし、例が食べ物ばっかりでごめんなさいね。もうちょっと食べ物しか思いつかないんで、ちょっと食べ物で行かせてもらいますね。そう、それで買えることが当たり前なので、わざわざね、そのいちいち毎回あ買えることに感謝しますとか、なんかそういう風には思わないと思うんですよ普通は。で、なんだけど
ここの段階に入ってきている人っていうのは、先のこととかも全部なんかこう自然と考えちゃう、考えちゃうっていうか、もうつなげて見えちゃうみたいな感じなんですよね。だから例えばじゃあお野菜食べたいっていうふうに思った時に、いざ自給自足で自分が野菜食べたいっていうふうになったとしたら、これから野菜作るって言ったら、まず畑とかお野菜植えるね、スペース、土地、場所が必要だし、でそこからじゃあ仮にじゃあ種買ってきて、で種植えましたって、で種植えたってね、数時間でね大きいキャベツができましたとかってすぐに食べれますっていうわけではないじゃないですか。種植えて、でもちゃんとこう耕してお水あげてとか、いろんなことをして何ヶ月とか、ものによっては何年とかねっていう風にかけてようやく出来上がるわけですよね。だから、あ、なんかお野菜食べたいな、キャベツ食べたいなっていう風に思って、そうだキャベツ作ればいいんだって言って自分でキャベツ作ってすぐ食べれるっていう状況はありえないわけですよね。で、そういう工程を誰かがやってくれてるわけですよ。農家さんとかが愛情を込めてね、汗水垂らして大切に大切にお野菜作ってくれて、でそれを出荷する工程とかだっていろいろな人が関わってるじゃないですか。それを今度スーパーに送るとかね、でスーパーでこう売ってくれる人とか、もういろんな人が関わっていて、でそれでお店に並んでいる、それを100円200円とかで、あ、食べたいなと思ってすぐ買えるっていう、めちゃめちゃありがたくないですかっていうね唐揚げだって唐揚げ食べたいなっていうふうに思ったって、え、じゃあ鶏さんを探してきて、で鶏さんをねお肉にして、でそれを揚げてとかっていうね、その辺の工程とかもいろいろあるわけですよね。そういうのを全部誰かがやってくれて、でその出来上がった唐揚げを食べたいなって思った時に2、300円とかですぐに買って食べられるわけですよ。ラーメンとかだってそうですよ。あ、ラーメン食べたいなって思ってラーメン屋に行ったらラーメンがすぐ出てくるわけですよ、ね、でも自分でラーメン食べたいな、よしラーメン作ろうっていう風になったら、麺ってどうやって作るの麺ってどうやって作るんだろう。なんか、え、小麦粉、わかんない、粉とか、なんか、あ、もういいや、ごめんなさい。ちょっとよくわかんないけど、なんかほら、麺を作るっていうのもね、きっとすごい大変だろうし、じゃあ、スープ作るだってね、いろいろ大変だろうし、もう大変しか出てこない。めっちゃ説明雑なんですけど、まあ、とにかく大変じゃないですか。ね、何も知らない素人の自分が、あ、ラーメン食べたいからラーメン食べよって言って、すぐに作れるっていうようなレベルではないと思うんですよね。それを食べたいなって思ってお店行ったら、800円とかでラーメン食べれるわけですよ。とか、なんかそういうこととか考えると、やっぱめちゃめちゃありがたいじゃんみたいな、なんかそんな感覚、うん、だからなんかその、日々全てのことに感謝ですとか、感謝しましょうとか、なんかそういうような感覚じゃなくて、むしろなんか、やっぱ超感謝じゃないみたいな、超ありがたくないみたいな、なんかそういうような、え、私たちって生きてるだけでめちゃめちゃ感謝だし、食べたいなって思った時にお店行ってなんか買えるとかめちゃめちゃ感謝だし、え、いろいろ超ありがたいみたいなそんな感じで生きてるみたいな、いろんなものが感謝でしかなかった、ってやばい、楽しい、ありがたいみたいな感じで、感謝を当たり前に楽しんで生きてるみたいな、なんかそんな感じの段階にいる人っていう感じですね。で、結構ね、この1から8までで、全体的にその共通してることっていうのが、信じているじゃなくて、確信しているとか、当たり前に感じているとか、腑に落ちているとか、そういう部分がやっぱポイントなんですよね。こうなりたいとか、なってほしいとかっていう、期待とかっていうんじゃなくて、いやもうそうなんだよっていうふうに、もう確信してるし、当たり前になってるし、みたいな。当然のように腑に落ちているみたいな、腑に落ちて理解してるみたい な, なんかそういうフェーズに入っている人っていうのが、まあ、結構大きなポイントかなっていう感じです。はい、1から8までをねまとめると、1つ目、他力や見えない力を感覚で理解している。2つ目、自分の喜びに沿った生き方をしている。3つ目、起こること全てに意味があることを確信している。4つ目、全ては大丈夫でしかないっていうことを確信している。5つ目、他者貢献のフェーズに入っている。6つ目、自分の幸せを妥協しないと決めている。7つ目、優劣やジャッジがない。8つ目、感謝が当たり前にある生き方をしているです。
で、これって、それこそね、別に、この神様に使われるっていうことがいいこととか、そういうことではないんですけど、魂が成長してきて、自分らしい生き方とか、まあよく使命とかお役目なんていうふうにね、言ったりもしますけど、そういうようなね、自分の本当に腹から湧き上がってくる思いみたいな、本当の本当の部分みたいな、なんかそういうのをやっぱりこう実現していくとか、そういった生き方をしていくっていうようなフェーズに入ってくるとね、自然とやっぱり神様とかね、上からね、あなたこれだけの器あるからはいこれどうぞみたいな感じで、お仕事とかミッションみたいな感じではいこれやってみたいなのがまあ来るようになるんですよね。なのでね、この8つを見てもらって、あここに当てはまってないから私ダメだとかまだまだだっていう風にマイナス的に捉える必要は全然なくって、逆になんかもしそういう生き方をしていきたいなとか、そういうふうに思うのであれば、この8つの中で、ここの感覚はなんとなくわかるけど、なんかここはちょっとまだピンとこないなとか、そういうところもね、こう自分の今の感覚とちょっと照らし合わせてもらって、ここはわかるぞっていうふうに、うんうんっていうふうになる部分は OK なので、まあ、そのピンとこない部分っていうのは逆に、じゃあどうだったらピンとくるかなとか、どこがいまいち違うかなって思うのかなみたいな、その自分の感覚といろいろ照らし合わせてみて、じゃあ自分はどうだったらもっと心地よく感じるかなとか、楽しいかなとか、そういうふうにね、ぜひね、自分を知る材料みたいな感じで、この8つと照らし合わせてもらえたらすごく嬉しいです。はい。でね、まあ、改めてね、私ってもしも自分が満たされていたら、時間とかお金とかいろんなものに余裕があって、何をしても許されて、何を望んでも叶う、何を望んでもいいんだとしたら、私はどんなことがしたいんだろうみたいな風なのも、せっかく、ね、いい機会なんでね、ぜひそういうこととかも考えてもらって、自分のことをねたくさん知っていってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで神様に使われる人の共通点8個についてのお話でした。今日も見てくれてありがとうございます。この動画を見て面白いと感じてくれた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと、月額500円の神仏竜神真心オンラインサロンというコミュニティも始めました。こちらも概要欄に URL 貼ってありますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。はい、今日も見てくれてありがとうございます。はい、みんなにたくさん幸あれ。はい、まこでした。またねー。